はい、皆さんおはようございます。じゃあね、前回で壁の方とあと天井の方がね、プレハブの内装工事の方終了しましたので、全部ね、大掃除この前して、であと荷物もね、まあ、ある程度元に戻しまして、いや今ね随分綺麗になりました。広がりましたよ。で窓とかもね全部外して綺麗に洗浄しました。いやすっきりした。こんなにね綺麗な窓見たの初めてですね、ここで。はい、で、今日は何をするかと言いますと、電気工事をねちょっとしていきたいと思います。で私はね、第2種電気工事士取得してるんですけれども、何せ実務経験がね、現場での実務経験がねありませんので、まあほぼ素人と同然なんですが、まあ自宅のね、ガレージ、バイクやってるガレージとかね、あそこら辺は全部自分で、配線したりしてますんで、ある程度はね、やったことあるんですが、まあこのプレハブぐらいでやればね、十分できます。で今ね、もともとあったこの配電盤を使ってね配線をするんですけども、こちらケーブルね一回全部外しました。壁からね V 鑑定、まあ、こういった配線のパイプがね、張ってたんですけども、一回ね壁を張ったりするとき全部外しましたので、また新しく引っ張っていきたいと思います。で一応ですね、つけるのはコンセントと照明だけになります。で照明は LED のね照明を持ってきてたんですよ、自宅からね。ガレージをね照明作った時にちょっと1本だけね余ったので、この LED の照明持ってきました。で真ん中にねつけてもいいんですが、これ1個だけでどれぐらいの明るさになるかっていうのはね、ちょっとやってみないと分かんないので、もし足りなければね、ちょっと2本にね、解体して付け足したりしてもいいかなと思います。ひとまずちょっと1本でねやりたいと思います。まあこの中で夜にね作業したりするわけじゃないので、まあある程度の明るさがあればいいかなという感じです。でスイッチもねつけたいので、ここにね LED の蛍光灯をつけて、入り口のすぐ横ここにね、スイッチをつけたいと思います。であとコンセントもね、どうかな、一緒に持ってきて、まあ、コンセントとスイッチね、一体にしてもいいかなと思います。コンセント別にね隣につけてもいいんですが、わざわざ2本引っ張るとねちょっとごちゃごちゃになっちゃうので、まあ、できれば1本、冷蔵庫と電子レンジ、あとここに給湯器がありますんで、まあ、そこら辺のやつがね一緒に使えればいいかなと思います。で問題はね、こう来てこう、ここにね電気の配線があるんですけども、これ屋外の電気ですね、棒のコンセントが外についてますんで、それ用のコンセント、これもね電気引っ張らないといけないです。これは外でね電気を使うときにプレハブの外壁の方からね電源取れるようになってますんで、そこもねちょっと引っ張っていきたいと思います。はい、それじゃあちょっと長さ測ってね、大体の部材はね、ガレージを作った時に、電気配線でね余ったのを持ってきてたので、そこそこあります。スイッチとかねコンセントとかね、あとこれ使うかな、電線のコネクターとかね、たくさんあるからこれ使っていいか。あとスイッチとかたくさんありますんで、まあ、こういったものをちょっとね、余ってるのを使って十分足りると思いますんで、それでやっていきたいと思います。足りないときはねちょっと買い出し行ってこようかなと思います。で V 缶がね、ちょっとこれが足りるか分かんないです。で汚れてるので、まあできればね全部新しく買いたいですね。まあこれ塗装して使ってもいいんですが、まあそんなにね、高いものでもないので、ちょっとこれは長さ測ってね買い出しに行ってこようかなと思います。何せね今 VVF のケーブルがね高いんです。これ電気屋さんはねもうご存知かと思うんですけどね。でここにね余ってますんで、これ16の2芯だったかな。でまあこのねプレハブの中だけであればね162芯で十分ですんで、まあこれが余ってますんでこれを使いたいと思います。じゃあ早速ですね、ちょっと素人なのであまり手元作業はねお見せできない、恥ずかしくてできないんですけども、まあちょっとね配線を引っ張ってどれぐらいの長さが必要かね、仮にちょっと配線してみたいと思います。コンセントはねあとここ、パソコンとかモニターとかね、ほとんど使わないんですが、あとこの充電器、マキタの充電器とか、こういったものをねこの机の上で使いますんで、その際にここにねコンセント、まあ、4口ぐらいのコンセントをね、1つ配置できればいいかなと思いますんで、
ちょっとそこら辺ね測っていきたいと思います。はい、それでね工具なんですけども、あの電気工事士の資格を取った時にね、あの基本セットみたいので揃えたんですよね。宝山だったかな、で揃えたんですけども、それねもう一式セットでね売っちゃったので、また新しくね買いました。でこれがね、スリーブの圧着工具ですね。これはマーベルかな、うん、であとベッセルのドライバーね、一応ねプラスとマイナス1本ずつ、多分これが メインで使いますんで、これとね、あと藤屋のペンチ、これね、がっちりね切断できる、このペンチね1つ買いました。これはね、角田のウォーターポンププライヤーね、あの先端にプラスチックのチップがあって、で傷つかないようにするやつね、今回はね多分使わないと思います。あとねこれ電気工事士の練習の時にね使ってたので、まあ使いやすいかなと思ってもう一回同じの買いました。宝山のね VVF ストリッパー、VVF のこのケーブルをね、あの一気に皮むきができるってやつね、もうこれに慣れちゃったので、慣れたっつってももう何年前、もう3年ぐらい前かな、電気工事士取ったの。なんでね、ちょっと今はね慣れるか分かんないですけども、まあ、こんな感じですね。あと電工ナイフも宝山かな、これもそうですね、電気工事士の試験の時に使ったのと同じやつですね。はい、一応こんな感じでねちょっと一式揃えましたんで、これでちょっとね頑張ってやっていきたいと思います。あと資材はねたくさんありますんでね、これを使ってやっていきます。はい、それじゃあね、今 V 缶の方ですね、もともとあったやつを今外で洗って塗装してました、白くね。でこのせっかくね壁とか天井白くしたので、まああのあまり目立たないようにね白くしようと思って、なかなかねあの白いのって売ってないんですよね。なのでね今ちょっと外で塗装してました。でその間にね、今シェードの方もねつけました。窓の方にね前のあの汚いカーテンの方取り外して、でシェードね、2連でつけました。こんな感じね。はい、そしたらあのボードの開口をねしていきたいと思います。で今回使うのはこれ、まああのこういうやつを使うんですけども、埋め込みタイプなんですね。で配線を露出するんですけども、ここにね露出用のコンセントのボックスとかをつけるとね厚さがあってねこうボコッと出てしまうんですね。でそれが嫌なので埋め込みにします。で、まあこんな感じでね、ここはスイッチとコンセントをつけるので、まあこんな感じでね、ボードを開口して、で、そこに埋め込みをしようと思います。で、配線はね、持ってくるんですけども、ここからちょっとね、裏の方に入れて、なるべくね、こうスリムに収めたいので、ちょっとね、露出ボックスは使わないで、埋め込みタイプにしようかなと思います。
はい、初っ端からね、やっちゃいました。開けたところにね、鉄骨が入ってましたね、ここ。いやー、失敗した。でね、入らないんですよ。なので、ちょっとね、右にずらしてね、入るように穴を広げました。ちょっとね、ここは後で補修したいと思います。一応ここにスイッチとね、コンセント3連をね、ちょっとつけたかったので、まあこんな感じでね、つけれるようにしました。こっちの穴はね、ちょっと後で埋めて、補修したいと思います。はい、じゃあこんな感じでね、全箇所、穴開けしていきたいと思います。はい、じゃあね、配電盤からの配線はね、もう全部新しく変えちゃいます。今ね、あそこのブレーカーからね、外したんですけどもね、もうほら、配線もね、もう緑色吹いててね、もうダメですね。で、古くてね、もう危ないので、全部新しくね、引き直します。はい、それじゃあですね、電気工事の方が一式終わりました。いやー、丸一日かかりましたね。途中でちょっとね、足りない部品とか買い出しに行って、昼ご飯買いに行ったりしてね、丸一日かかりました。でもね、ようやく終わりました。コンセントの設置ね、まずここ換気扇用のコンセントね、あとまあここら辺でちょっと扇風機とか回したりするときあるので、まあそれ用のね、コンセント一応二口コンセントつけたりして、で、ここはね、パソコンとかモニターと充電器ね、このマキタの充電器とかにするようにね、4口のコンセントね、つけました。こんな感じですね。で、配線の方を這わせて、ここにライトのスイッチ、はい、LED のね、蛍光灯1個入れましたんで、このライトのスイッチと、あと、口がね、3口あるコンセントね、こう冷蔵庫と電子レンジと給湯器使いますんで、一応3口でね、つけました。まあ一気にね、全部使うってことはないんですけども、3口ね、一応つけておきました。で、あとこっからね、天井はモールを使って、蛍光灯の方に行って、で、そちらの方はね、コンセント1個、ここ
ここはね、もうしょうがなくね、露出コンセントを使いました。これを使わないと、このプレハブの反対側にね、外壁の方に、屋外用のコンセントがありますんで、まあ、ここからね、分岐させてましたので、もうしょうがなくね、露出ボックスを使ってコンセントを2口つけました。一応ね、こんな感じで、終わりました。ちょっと最後ね、もう一回、V 管の方は塗装を剥げたりしたので、ペンキでもう一回ね、白く塗りました。はい、こんな感じです。でね、ようやくあとカーテンの方もね、ブラインドの方がつきましたんで、これでね、まあ最悪ね、ほんと暮らしたりすることもできそうなぐらいの、綺麗な部屋に変わりました。いやー、もしね、ちょっと蛍光灯暗ければね、あと1個つけて、暗いな。まあ1個ね、増設したりもできますんでね、もう1箇所つけ足したりとかね、できますんで、まあ、ひとまずはね、ちょっとプレハブのリフォームということで、改築の方はこれで以上にしようかと思います。で、1個だけね、この V 管ね、露出なので、リフォームの場合はね、こういった露出を使うと思うんですけども、私もね、第二種電気工事士は持ってるんですが、実際ね、実務経験はね、ないんですね、現場では。で、ただ資格を、山を買う前にね、取っただけですんで、実際にね、どういう現場で作業をしてるかっていうのはわかんないんですけども、まあ、こういったリフォームとかの時は、基本的にこうい、V 管とかね、まあ使ったり、露出コンセントを使ったりすると思うんですが、私ね、露出コンセントのね、出っ張りが嫌なんですよ。これ。これ出っ張ってますよね。で、これがね、嫌で、露出は使いたくなかったんですよ。なので、ちょっと一工夫して、これ埋め込みタイプね、これコスモのタイプのスイッチなんですけども、これを使いたかったので、V 管で線を引っ張ってきて、ここから一旦壁に入れて、ここを開口して、裏からね、配線を刺すようにしました。横から見るとね、こんな感じ。表から見るとね、わかんないんですけども、ケーブルの分ね、穴をちっちゃく開けて、表面から見るとね、もう分かんなくなってます。こんな感じで、ちょっとね、工夫してこんな感じにしてみました。こうすると一応壁の中ね、ボックス入れる幅はないんですが、壁にね、直接ビス打ちをして、コンセントとかね、取り付けしてます。そうするとね、V 管は来てるのに、まあ、露出コンセントじゃなくて埋め込みタイプの、コンセントを使ってるという風になりますんで、まあ、普通こういう使い方をするかわかんないんですけども、一応ね、ちょっと検討した結果、こういう風にしてみました。はい、いかがだったでしょうか。一応ね、プレハブのリフォーム一式ということで、床と壁と天井と電気工事の方がね、終了いたしましたので、あとね、ちょっとこの入り口周りもね、後ほどやろうかと思うんですが、まあ、今すぐね、急ぎでやる必要はないので、それで次回からですね、ようやく外の作業ができるようになります。で、このプレハブと、あとここね、丸太小屋で作ったこの作業場、ここと、あと物置の方ね、ここはね、全部完成いたしましたので、まあ、私の中ではね、冬の間に完成させて春までには終わらせたかったんですが、まあ、なかなかね、雪とかもあってね、計画通りにはいかないんですけれども、まあ、ようやくね、春のうちには終わらせることができました。こっち側のね、まあ、作業小屋とかね、プレハブのリフォームということで、今のところね、プレハブの方も虫がね、見事に1匹も入ってきてません。毎回ね、来るたびにね、カメムシが何十匹もね、床に転がってたんですが、今のところね、1匹も入ってきてません。もうこれだけでね、十分満足です。はい、じゃあ次回からね、こちら山の方の開拓に入っていきますんで、また引き続きね、ユンボでの作業動画になりますが、見ていただければと思います。はい、じゃあまた次回以降もね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。